ドラマティックな生き方のお話は本当に感動しました。60を過ぎてから節子さんがフランスに移住されたんですよね。で、太郎さんがその時おいくつでしたか？Thank you.
トップ高齢者子供を連れ活動フロア運転中の携帯電話が急発進必ず先のスマスマートな運転を心がけましょう。また広めの警察に対象の悪い人から運転を伝えましょう。こちらは愛知県警察です。豊橋地方の小野市岡崎地方面の交通情報をお知らせします。国道1号線など周辺の道路はおおむね順調に流れています。以上交通情報をお知らせしました。調べよう水面振動赤信号一時停止場所緊急運転をストップ。高齢者子供を見たら速度スロー運転中の携帯電話や急発進必ず先をつなぐスマートな運転を心がけましょう。また広めの低下により体調の悪い時は運転を伝えましょう。こちらは愛知県警察です。豊橋地方面および岡崎地方面の交通情報をお知らせします。国道1号線など周辺の道路はおおむね順調に流れています。以上交通情報をお知らせしました。広めよう水面運動赤信号一時停止場所緊急運転をストップ。高齢者子供を見たら速度をスロー運転中の携帯電話や急発進必ず先をつなぐスマートな運転を心がけましょう。また気温の低下により体調の悪い人から運転を伝えましょう。こちらは愛知県警察です。豊橋地方面および岡崎地方面の交通情報をお知らせします。国道1号線など周辺の道路はおおむね順調に流れています。以上交通情報をお知らせしました。